自分がそう思うのか周りが評価するのか分かりませんが、1年で見えるものではなく世界一、そこに向かって頑張っていくことは変わらないです。5年10年とやって見えてくるものなのではないかと思っています。大谷選手がこのように語ったのは MLB1 年目のシーズンが終了した2018年11月のこと。日本記者クラブの方々が集まった記者会見で、大谷選手は世界一の目標についてこう語っていました。 MLB に渡ってから6年、今では世界一の野球選手といっても過言ではない選手となり、さらには最も世界一に近いチームと呼ばれるドジャースへ移籍して世界一を目指しています。その姿は練習に取り組む姿勢に表れており、キャンプで大谷選手のトレーニングの様子を見たフリードマン編成本部長は大谷選手について次のように言及しています。我々は彼の野球に取り組む姿勢が一流であることは知っていた。ただ実際にこの目で見るまでは全ては分からなかった。彼は何をやるにしても意図を持って計画的に動いていた。一つ一つ意図がはっきりしている。我々のトレーニングスタッフも手術から戻ってきた選手が彼のように行動しているのは見たことがないと話していたよ。また初めて大谷選手とキャンプを過ごしたフレディ・フリーマン選手は大谷選手の姿勢を称賛しています。彼は練習しかしない。世界で最高の選手が練習しかしないのはクールなことだ。ベテランが見ていて楽しいことだし、若手もそれを見ている。とても感心している。さらにドジャースで三塁コーチを務めるDeNAエベル氏はこのように話しています。彼が部屋に入ってくると存在感がある。彼には使命がある。彼は自分のルーティンを知っており、彼が何をするのか誰もが見ている。私が初めて彼を見た時から現在に至るまで、彼が成し遂げてきたこと、今日どこにいるのかを考えると私は嬉しくなる。私にとって彼は世界最高のアスリートであり、最高の野球選手だ。みんなが評価する大谷選手の練習との向き合い方。そこにはドジャースのチームメイトが大谷選手の練習姿勢を見て、ここまで考えて努力しているのかと驚き、自分たちの行動を改めるほどの良い効果があったのです。そこで今回の動画では、大谷翔平がドジャースを変えるということで、チームメイトが明かした大谷選手の練習との向き合い方についてご紹介していきたいと思います。大谷翔平の練習風景にドジャースチームメイトが注目。カリフォルニア州の地元放送局 FOX11 ロサンゼルスは番組で大谷選手を特集。レポーターのカイル・クラスカ氏は次のように話しました。彼は手本となって示しています。誰よりも早く3日前にキャンプ地に到着し、猛練習しています。ワークルーティンは伝説化しています。練習をやめることはないように見えます。練習態度はチームメイトを感心させました。チームメイトは彼のことを愛しています。真摯に野球に取り組む大谷選手、その姿勢はすでにチームメイトに受け入れられているようです。フレディ・フリーマン選手は次のように話しています。彼は練習しかしない。世界で最高の選手が練習しかしないのはクールなことだ。ベテランが見ていて楽しいことだし、若手もそれを見ている。とても感心している。大谷選手を見て刺激を受けるチームメイトたちが多くいるようですね。クリス・テイラー選手はドジャース専門メディアドジャースネーションの YouTube 番組にリモート出演した際、大谷選手の練習に衝撃を受けたことを明かしました。彼の練習態度は誰にも負けない。彼はやることすべてにおいて本当に細部まで行き届いているんだ。反復動作で一回一回の間隔をあれだけ長く取る人は見たことがない。彼はそれだけ集中しているんだ。ケージ内で素振りするときも、グラウンド上でスプリント練習するときでもね。彼は文字通り試合の状況を頭の中で作り出しているんだ。ケージで20本素振りするときは彼の場合20分かかる。シチュエーションを思い描くために1スイングに1分かけているんだ。見ていて本当に特別だよ。だから彼はあれだけ優れているんだと思う。1スイングに1分かけているという大谷選手、実戦をイメージして意識を高く持ちながら練習しているようです。大型補強の陣頭指揮を取ったアンドリュー・フリードマン編成本部長は、このオフシーズンの展開は非常に幸運だったと感じていると振り返りつつ気を引き締めました。ただ、これだけ多くのチームがいわゆるオフの勝者になるのを見てきたし、補強という重要なステップは踏んだが、より大事なのは公式戦に入るまでの6週間だ。その上で大谷選手の練習に取り組む姿勢について次のように称賛しました。オフの間、彼は多くの時間をドジャースタジアムでの練習に当てていた。そこで新しいチームメイトと会うことができたし、環境に慣れるという意味でも良かった。我々は彼の野球に取り組む姿勢が一流であることは知っていた。ただ、実際にこの目で見るまでは全ては分からなかった。彼は何をやるにしても意図を持って計画的に動いていた。一つ一つ意図がはっきりしている。我々のトレーニングスタッフも、手術から戻ってきた選手が彼のように行動しているのは見たことがないと話していたよ。例えば、多くの選手はケージに入った時、なんとなくバットを振っているが、大谷はスイングをする前に実戦をイメージしてルーティン作業を行うなど、一回一回のスイングに意図があった。そういった姿勢はウェイトルームでもフィールドでも同じだった。大谷選手の練習姿勢にチームメイトや首脳陣も惚れ惚れしているようですね。チームメイトも待ち望んだ待望のドジャース初ホームラン。4月4日、本拠地でのジャイアンツ戦に2番指名打者で出場した大谷選手。3打数1安打で迎えた7回、西走者なしの第4打席でした。カウント3ボール1ストライクから左腕テイラー・ロジャース選手の高めを捉えた打球は右中間へ。打球速度 105.6 マイル、約170キロ、飛距離430フィート、約131メートルの特大ホームランになりました。今シーズン9試合目、41打席目で待望の一発に、地元放送局スポーツネットロサンゼルスの放送席も大興奮。実況を務めたジョー・デイビス氏は、ほほう、ショヘイ、ドジャース初ホームラン、待った甲斐がありました、瞬く間に飛んでいきましたと興奮を抑えられない様子でコメントしました。試合後、地元放送局スポーツネットロサンゼルスのインタビューに応じた大谷選手は、安堵した表情でこのように振り返っています。自分の中ではかなり長い間打っていないという感覚でした。バッティングもそこまで良くなかったので、まず1本出て安心しています。徐々に良くはなってきているとは感じていました。でも結果がつながるのは違うので、その意味でも良かったです。早く1本をという気持ちがどんどん大きくなっていました。これを機に自分の打席を継続したいです。そして大谷選手の一発にチームメイトたちも大興奮。ロバーツ監督は次のようにコメントしています。本塁打を打つ前の打席でいいスイングをしたと思った。左投手のハリソンは左打者に厳しいが、いい内容だったと思う。バットの芯に当たっていた。いい状態にあると思っていた。我々の一員となってから初めての本塁打をドジャースタジアムで打つのを見ることができてよかった。言うまでもなく、ファンはとても楽しんだ。きっと彼もほっとしたと思う。新しいチームでいいスタートを切りたいというプレッシャーもあったと思う。契約のこともあっただろう。一番重要なのはチームが勝っていること。今夜は非常にいい一歩だった。また、ベテランのミゲル・ロハス選手は大谷選手の野球に取り組む姿勢をリスペクトしながらこのように称賛しました。本当に素晴らしいことだ。安心した姿を見れてよかった。肩の荷が下りたと思うし、顔もね。ここまで本塁打なしはとても難しいことだったと思う。彼は本当に一生懸命に練習する。プロフェッショナルだ。毎日メディア対応、手術からのリハビリなどいろいろなことをこなしている。さらにジェイソン・ヘイワード選手も大谷選手についてこのように話しています。全員がようやく打ったかって言ってると思うけど、まだシーズン序盤だ。韓国では3本打っていてもおかしくなかった。わずかに届かなかったんだ。私たちにとって一番重要なことは、彼のホームランがチームの勝利に貢献したことだ。翔平もそういう勝ちに貢献したいと思える男だ。日々もがき苦しみ、試合前も打席間にダッグアウト裏やベンチ内で構えの修正を重ね、打撃コーチやアイアトン通訳らと映像の確認を繰り返し行っていた大谷選手。まさにその取り組みが花咲いたホームランでしたね。そしてロハス選手やヘイワード選手が指摘したように、大谷選手の練習に取り組む姿がドジャースに変化を起こしているようです。ドジャースに変化を起こしている大谷選手。ドジャース専門メディアドジャースネーションは、翔平大谷がドジャースタジアムで練習しているところを目撃されたと題し、次のように伝えています。ドジャースの二刀流のスーパースター翔平大谷は LA が望むところまで到達できる助けになれるようノンストップで全力を尽くしている。大谷が球界で最高の選手であるのには理由がある。彼は自分の体をシーズン通して維持できるよう努力をしており、彼が喜んでそれをしていることが見て取れるだろう。オフシーズンも熱心に練習に励む大谷選手の姿勢を称賛。さらにドジャースファンの期待を代弁しました。彼は才能を持っているだけではなく、さらに向上したいという勤勉さも持ち合わせている。実戦が始まった時に大谷がその才能を披露するところを見るのが待ちきれない。ドジャースネーションのケビン・スキナー記者は、ドジャース共同オーナーのマジック・ジョンソン氏が翔平について言及したとして次のように伝えました。大谷がドジャースに入団するずっと前、ジョンソン氏はロサンゼルス・レイカーズの一員としてロサンゼルスを支配していた。またロサンゼルスのファンは故コービー・ブライアント氏をお手本にすることができる。彼は誰よりも早くコートに現れ、自分のプレーのように練習することが多かった。ブライアントにまつわる話は、いかに誰よりも努力していたかを語っている。大谷もブライアント氏がレイカーズに与えたのと同じような影響を新しい同僚に与えているようだ。ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手といったスーパースターを擁するチームですでに模範となる行動をとっている。ロッカールームでもウェイトルームでも取り組む姿勢は素晴らしかった。彼のトレーニングは信じられないほどで、それが他の選手にも伝染した。大谷選手の練習に取り組む姿勢がすでに他のチームメイトたちに伝染しているようですね。ドジャースで三塁コーチを務めるDeNAエベル氏はこのように話しています。彼が部屋に入ってくると存在感がある。彼には使命がある。彼は自分のルーティンを知っており、彼が何をするのか誰もが見ている。私が初めて彼を見た時から現在に至るまで、彼が成し遂げてきたこと、今日どこにいるのかを考えると私は嬉しくなる。私にとって彼は世界最高のアスリートであり、最高の野球選手だ。ドジャースと10年総額7億ドル、1014億円というスポーツ史上最高の契約を結んだ大谷選手。世界最高のアスリートとなった今、大谷選手の一挙手一投足は多くの関係者から注目されています。アメリカ紙ロサンゼルス・タイムズでコラムニストを務めるビル・プラシケ記者は、アメリカスポーツトークショー番組ダン・パトリック・ショーに出演。大谷選手ら FA の目玉選手を多く獲得したドジャースについて、彼らはワールドシリーズで勝たなければならないと前置きし、球界でこれまでのところ最高のチームだと称賛しています。また彼の打撃練習を見たかと問いかけたプラシュケ記者は、彼は信じられない、本当に大きくてスーパーマンのようだと絶賛。さらに NBA スターのレブロン・ジェームス選手、ロサンゼルス・レイカーズを引き合いに出した上で次のようにコメントしています。スターランキングで現在大谷はナンバーワンだ。世界的な選手でレブロン以上だと思う。彼の獲得がどれだけ大きいか言葉では言い表せない。本当に魅力的で話していて楽しいし、素晴らしいアスリートだ。野球という競技の枠を超え大きなインパクトを残す大谷選手。その注目度は NBA スターのレブロン・ジェームズ選手をも凌駕しているようです。エンゼルス時代から注目されていた大谷翔平の姿勢。大谷選手の練習に取り組む姿勢はエンゼルス時代から注目されていました。ジャレット・ウォルシュ選手はアメリカメディア MLB ネットワークに出演した際、大谷を見ていて一番驚くことはという質問を受けると、次のように話しました。ほとんどのことをやってのけてしまうからね。自分の方をつねって当たり前だと思ってはいけない。彼とトラウトを日々見られることは当たり前のことじゃないと思うようにしている。たとえ110マイル約177キロの球を投げたとしても、ああ翔平だからねというところに来てしまった。たとえ700フィート約213メートルの打球を飛ばしたとしてもね。さらに大谷選手のルーティンや準備に驚いている様子で次のように語りました。米国に渡ってそれルーティンを獲得するまでに彼でさえ数年かかったと思う。多くの人に相談して今の体を作り上げたと思う。この数年ででかくなったからね。ものすごいよ。とてつもない仕事量だ。かなり練習熱心でなければこんなにうまくいってはいないだろう。ウォルシュ選手にとっては大谷選手の存在が何よりも刺激となっていたようです。エリック・ヒンスキー打撃コーチは大谷選手の高い吸収力についてこのように証言しています。彼はスポンジなんだよ。彼は勤勉なんだ。アメリカの流儀を学びたがっている。またエンゼルス時代の2018年に大谷選手とバッテリーを組んでいたアストロズのマーティン・マルドナード選手は大谷選手の進化について次のように話しています。彼は毎年のように新しい球種を繰り出している。スイーパーとカーブボール、スプリットフィンガー、フォーシーム、今はツーシーム、それからカッター、もう何でも投げられるよね。彼は学ぶことをやめないし、もっと良くなろうとしている。だから球界最高の選手なのだろう。決して自分に満足することなく、さらなる進化を目指して練習に取り組む大谷選手。それが球界最高の選手になった秘訣なのでしょう。アメリカ市オレンジカウンティレジスターの取材に応じたジョー・アデル選手は、多分俺の中で一番に刺激のあることだったと2022年のキャンプイン前に合同で行ったトレーニングでの出来事を振り返りました。俺が知る限りではあんなハードワーカーは見たことがない。本当にすごいんだ。俺も比較的に練習量は多い方だと思うんだけど、翔平にはかなわないよ。だって週に6日間もノンストップでやり続けるんだよ。だから全てを真似できるとは思わないけど、彼がやっていることを自分もゲームで取り入れられないかと考えている。メジャーリーガーも驚くほどの練習量を誇る大谷選手。なぜ大谷選手が世界一の選手になっているのか分かる気がしますね。さらに大谷選手はチームメイトへのアドバイスも欠かしません。2023年シーズン途中、腰痛から復帰するも6試合に出場して23打数1安打と極度の不振に苦しんでいたザック・ネト選手に丁寧なアドバイスを送っていました。ネト選手は当時のことをこのように振り返っています。僕の映像を見て感想とどうするべきか教えてくれた。一貫性のあるフォームにすべきだと言われた。速球に振り負けないこと。大成功した選手だからここにいるのはいいことだ。打席で成功を収めるために改善すべき点を挙げてくれた。忘れていた基本的なことを思い出させてくれた。試合で自然にできるよう今日の打撃練習ではそのことを意識した。間違いなく大谷がいることはクールだ。自身の練習にストイックに取り組みながらも一流選手としての役割を忘れずに若手にアドバイスを送っている大谷選手。まさに超一流ですね。 WBC2023 でも話題になった大谷翔平の練習姿勢。WBC2023 でも大谷選手の練習に取り組む姿勢は大きな話題になりました。元東京ヤクルトスワローズ選手、監督の古田敦也氏は自身の YouTube チャンネルを更新。同じくヤクルトで選手、監督を務めた真中満氏、ヤクルトなどでプレーした五十嵐亮太氏とともに大谷選手の活躍を改めて振り返りました。その中で野球選手の体格についての話題になると、古田氏はトレーニングで体を大きくすることが重要だと改めて指摘し、次のように話しました。試合やってたらトレーニングするのはしんどいんだよね、シーズン中って。それなりに重いものをやらないと大きくならないから。これに五十嵐氏が、大谷選手が WBC の期間中、試合の後にバーベルスクワット220キロを5回5セットを行っていたことを明かしました。バーベルスクワットのウェイトは、一般的には上級者でも目安は体重の 1.5 から 1.8 倍程度と言われています。五十嵐氏は大谷選手の異常なウェイトを次のように強調しました。プロ野球選手がオフシーズンに頑張ってもそれぐらい220キロいかないんですよ。200キロ超えるやつ見たことない。シーズン中でも140キロとかですかね。言っても160キロ。それを200何十キロ5回を5セットはちょっと桁が違いますね。それぐらいやらないと年間戦っていけないってことだし、あれぐらいの出力は出ないってことですよね。さらに、古田氏も元プロ野球選手としての自身の経験を振り返りました。僕、スクワットなんか全然やりませんでした。スクワットは怖さもあるのよ。腰とか膝とかをやる。痛めるのもある。キャッチャーは普段から座ってるから鍛えなきゃいけないのはわかるんだけど、やってもベンチプレスとかだね。試合後にウェイトトレーニングをしていた大谷選手。これにはファンからも驚きの声が多く寄せられていました。大谷の凄さはやっぱり底知れない努力から生まれるっていうのがわかる話ですね。投手と打者では必要な筋力やパワーが別物だろうに、それを両立させるための肉体を若い頃から追求してきた結果が今の大谷の体なんでしょうね。WBC だろうがシーズン真っ只中だろうが、大谷にとっては日常の全てがトレーニングなんだろうな。また WBC2023 で日本代表として出場したラーズ・ヌートバー選手は、大谷選手の驚きの習慣をバッドボーイズ・ベースボールのインタビューで打ち明けました。今までのベンチプレスとスクワットの最重量記録はと質問されたヌートバー選手は次のように回答しました。わかんないな。翔平がやる重さの3分の1くらい。高校くらいからやってないから。翔平は試合後でも5回5セットをやった後、500ポンド、約227キロくらいを簡単に上げちゃうんだ。彼にとっては楽勝みたいだよ。疲労のある試合後もウェイトを軽々とこなす大谷選手の姿に、ヌートバー選手も驚きを隠せなかったようですね。そのような大谷選手の細部まで考え抜かれた取り組みは全員の手本になっていました。巨人の岡本和真選手が間近で練習を見られて僕自身はプラスと話せば、日本ハムの伊藤大海選手も投球に強弱がある、真似をしていきたいと目を輝かせました。パドレスのダルビッシュ有選手も大谷選手を観察。トレーニングや睡眠、サプリメントの摂取に食事など、気になることは質問し、ノートにメモした上で、投打ですごくインパクトがある、クラブハウスでもチームの中心、選手とコミュニケーションをとっていると明かしました。ヤクルトの村上宗隆選手は、今大会、大谷翔平選手とプレーしましたが、どのような影響がありましたかという質問を受けると、次のように話しました。打撃だけではなく、選手としてすごく高みを目指させてくれる、目標を高めてくれる存在でした。これからもっと頑張ろうと思いました。巨人の戸郷翔征選手は、大谷選手の野球愛を語りました。やっぱり野球が大好きなんだなと感じましたね。練習もトレーニングも本当に熱心。どんなに疲れていても週2回はトレーニングすると言っていたので、それが1年間やり続けられるタフさにつながってるのかな。その上で大谷選手の向上心に刺激を受けたようです。あれだけ他を圧倒してもこうなりたいという欲望がありすぎる。ダルビッシュさんもそうですけど、大谷さんにも高められて、僕ももっと理想を高く求めようと思いましたね。もっともっとやらなあかんなと思うシーズンになりました。 DeNA の牧秀悟選手も、私生活も含めて本当にいい意味で野球のことだけ考えている、野球が大好きな人と語っています。バッテリーを組んだヤクルトの中村悠平選手は、彼の準備力こそが1年を通して成績を残せる要因なのかなと分析しました。正直なかなか自分はシーズン中にトレーニングを入れられなかったですね。メジャーはオフも短いし、鍛えながら試合に出ないといけない。彼はシーズン終盤に故障してしまったけど、そういう準備があってこそこの成績で圧倒的なものを残せるんだと思う。自分も来年はトレーニング取り入れたいですね。 MLB は日本のプロ野球とほぼ同じ期間に日本より約20試合多い162試合をこなします。タフな日程の中でリカバリーと強化をこなさなければならず、さらに大谷選手の場合は投手と野手の練習が必要になってくるでしょう。大会中も休む暇なくハードなウェイトトレーニングを取り入れていた大谷選手の姿に中村選手も感化されたようです。カブスに移籍した今永昇太選手は、大谷選手の限られた時間の使い方に感銘を受けたといいます。国際大会は自分のやりたいことができなかったり、いつもの道具が使えなかったりする。その中でも彼は時間の配分をしっかり逆算して、環境を言い訳にせずだんだんと自分のメニューをこなしていたのが印象的でしたね。食事や自分の体への知識も深く理解して、だからこそああいうプレーができるのかな。野球に興味がなくても朝大谷選手のニュースを見て元気をもらっている方がいるってすごいこと。僕も勇気をもらっている一人。以前ならすごいなで終わらせていたけど、一緒に戦った彼が疲れも見せずに活躍する姿に、自分はもっと違うことを取り組んでいかないといけないなと思わされましたね。30歳での MLB 挑戦の背景には大谷選手の影響もあったのかもしれませんね。大谷翔平が語った練習との向き合い方。大谷選手は父・徹さんから学んだ3つの教えを大切にしています。1つ目は大きな声を出して元気よくプレーする。元気よく声を出してプレーし、コミュニケーションを大事にしてほしいという思いが込められています。2つ目はキャッチボールを一生懸命に練習する。肩を温めるだけのキャッチボールではなく、自分が意図するところに指にかかった縦回転のスピンが効いたボールを投げるために、キャッチボールの段階から意識を高く持って投げることを求めました。3つ目は一生懸命に走る。野球は走るスポーツでもあるために、力を抜かずに最後まで全力で走ることを教えました。徹さんは次のように話しています。野球をやっている以上はこの3つのことを大事にしながら進んでほしい、そういう思いを込めて書き続けていました。野球をするものであればどれも基本中の基本ですが、多くの場合は上のレベルに行けば行くほど忘れてしまうものです。しかし大谷選手は今でもその教えを大切にしているといいます。3つの教えは基本的なものですが、今でも覚えています。それはいつどのステージに行っても言われ続けることだと思います。特に全力疾走はそのこと自体に意味がありますけど、その取り組む姿勢にも大きな意味合いがあると思っています。大谷選手はこの教えを常に頭の中に抱え、練習に励んでいるのです。大谷選手は練習との向き合い方について次のように話しています。その瞬間が今日来るかもしれないし、明日来るかもしれない。もしかしたらある日突然に何かをつかむ瞬間が現れるかもしれない。だから毎日練習をしたくなるんです。毎日毎日バットを振るときもそう、投げるときもそうです。もしかしてその瞬間が来るかもしれないと思って、いつもワクワクしながら練習に行くんです。僕にとっては好きなことを仕事にしている楽しさが一番です。だから自分が意識高く野球に取り組んでいるとはあまり思っていません。でも取り組んでいる時間、考えている時間をなるべく長くしたいとは思っています。他の人が1日24時間のうちどれぐらいを野球と向き合えているかはわからないのですが、それに負けないように自分自身がやりたいことに向けられる時間を長く取るようにはしています。大谷選手にとっての一番は野球です。好きなこと、練習に真剣に取り組み、結果が出れば喜ぶ。自分がどれだけ結果を残したとしても、その気持ちを忘れずに持っているのでしょう。エンゼルスのフィル・ネビン前監督は次のように話していました。彼はマイク・トラウトとよく似ていて、勝利にこだわっている。我々やチームメイトやメディア、そしてファンとの会話から、彼が心の底から勝ちたがっていることがよくわかる。常に上を目指している。それが彼の DeNA なんだ。彼は完璧主義者だよ。日々のルーティンも食事も全ては最高の選手であるために組まれ、決められている。常に上を目指している大谷選手。その向上心はポジティブなマインドから生まれているようです。数多くのボールを投げたり打ったりする練習は典型的な面白くない作業だけど、より速い球を投げるピッチングやより良いバッティングをテーマに探求心を持てば、その面白くない作業もがぜん面白い作業に変化する。どうしてできないんだろうと考えることはあっても、これは無理、絶対にできないといった限界を感じたことは一度もありません。今は難しくてもそのうち乗り越えられる。もっともっと良くなるという確信がありましたし、そのための練習は楽しかったです。限界を感じて諦めることはよくあることです。しかし、大谷選手は決して諦めません。限界を超えるために日々練習に取り組み、進化を続けています。さて、いかがだったでしょうか。卓越した才能と純粋な野球愛から生まれる不断の努力。それこそが大谷選手を唯一無二の存在へと押し上げているのでしょう。世界一という目標に向けて進む中で、大谷選手は次のように語っています。上に行けば行くほど人間として素晴らしい選手が多いなと感じます。日本もアメリカも関係なく、雰囲気や接し方など見習うべきところが多いのではないかなと感じました。大リーグとプロ野球にどのくらい差があるかということは、言ってみないとわからないことも多かったです。文化も含めて違うし、レベルも技術もスピードも総合的に高いなと感じました。着実に実績を積み上げる中で、自身のステージをどんどん上昇させていく大谷選手。今回のドジャース移籍1号を励みに、大谷選手本来の調子を取り戻し、ホームランを量産していってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、たくさんのコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。